官の採用試験って公務員試験になるんですけれども、静岡大学の生徒さんの合格者が多分大学のランキングからすると一番じゃないかなと思いますね、はい、最近は静岡大学の卒業生の皆さんが非常に多いですね、多いですね。学部とかもあったりしますか？あ、学部、人文、それから教育学部が多いですかね。中にはね、工学部の皆さんもいらっしゃったり、はい、で科学捜査研究所っていうのがあって、はい、行政職員の一部なんですけども、あの物理だとか生物とか科学とかありますね。でその分野の、科学捜査研究所っていうところの職員も募集、ここ2年してましてね、でそこでも静岡大学の方も受かってらっしゃったりするので、同じような就職試験で、そうですそうです、うん、地方公務員の上級試験を受けていただいて、でその区分が違うんですね。警察官、大卒の場合は警察官 A となります。で行政職員の場合は大卒程度という県の行政職員の試験を受けてもらって、で科捜研であれば理化学鑑識っていう、そういう区分が違うんですね。それぞれの分野に特化した専門性のあるところであれば専門性のある職種を受けてもらって、で試験を受けた人たち同士で、競争してもらうということですね。県警に今、警察試験に上級試験に向かって、まあ、合格している警察学校にあると思うんですけど、はい、そういった警察学校上がった後っては最初はどんな業務？あの警察学校は大学生の場合については6ヶ月間研修を踏んでもらいまして、全寮制でみんなで絆を高めてもらった警察学校6ヶ月間学んだ後、卒業したら必ず交番勤務をします。警察官の場合については交番勤務がスタート。そこから自分が刑事になりたい、白バイに乗りたい、監視官をやりたい、 SP やりたいとかって言ったら、それぞれの分野の方向に研修に行くんですね。で行政職員、事務方ですけども、行政職員の場合については1ヶ月間警察学校に入校しまして、警察学校を卒業すると一線の警察署の刑務課ですとか会計課とか福利厚生とか給与、職員の給与に関すること、福利厚生に関することの事務をやっていただくという形になりますね。就職活動、非常に厳しい時代が続いておりますけども、自分を信じて一生懸命頑張って一歩前に進んでください。頑張ってください。応援してます。主に生鮮を取り扱っているスーパーなんですけども、県下で15店舗を今展開中です、まあ、いずれは神奈川とか愛知県の進出も考えておるんですけども、地産地消を狙いまして今は15店舗県内での営業を邁進しております。私たちの親会社が肉鮮といいまして、肉の製造卸の会社だもんですから、肉につきましてはどこのスーパーよりも負けない自信がございます。まあ、生鮮が強いスーパーっていうのは他社さんと比べまして、まあ、優位性を保てると思いますものですから、あくまでも生鮮にこだわり、美味しさ安さ新鮮さを追求して、行ってまいります。接客業ですので、やはり笑顔が素敵な方、それとお客様とうまく交渉力が持っている方ですね、それとコミュニケーション力も当然ある方ですけども、何よりも自分を自分で高めることができる人がよろしいんじゃないかなと思います。まあ、どこの企業さんに詰められるにしましても、自分が楽しいな、面白いなというお仕事を見つけていただけたらなと思います。私たちですね、ジャンボ園長という、ね、ホームセンター、またホームアシストというホームセンターを静岡県そして愛知県に展開している会社、また今ではですね、専門店としましてハードストック、あとはズースクエアという、道具工具の専門店だったりペットの専門店等を、展開します。強みとしてはまず接客面です。従業員を持っている知識や技術を生かしてお客様の住まいに関するサポート、商品だったり技術を伝えていきたいと思っている会社です。こういった学生と働きたいなというのがあれば教えてください。まず漠然としますが、元気のある学生、あとはお客様の困ったという声を解決したいと
という考えを持っている学生です。日々の接客の中でお客様のさまざまな困っているニーズについて答えていきたいというのをまず、ね、最初に見ていきますので、そんな気持ちを持っている方はぜひ来てほしいと思っています。会社がこれから力を入れていくとか、はい、ということがあれば教えてください、はい、まず専門特化というところです。他社にはない取り組み、延長に行けば住まいのことは全て解決できるというふうにお客様から思っていただけるような、知識や技術をつけたり商品を展開していく、今後もこれは強みとして持っていきたいと思っています。やっぱり対お客様というお仕事ですね、お客様のさまざまなニーズを聞き出す力であったりとか、お客様に楽しく買い物をしてもらうような会話、この辺を自ら楽しんでできる方、この方に来てほしいと思っています。今この静岡県だけじゃなくて全国にたくさんの会社があります。それぞれの会社が自分たちの持ち味というものを持ってますので、ぜひ多くの会社に出会っていただいて自分に合った会社を探してほしいと思います。またその一つが延長であると願ってますけども、お待ちしてます。修恵美校ではですね、小学生から高校浪人生までですね、学習指導を行っております。で、今ではですね、集団授業、黒板を使った集団授業に加え、個別指導、あとは映像授業まで使って学習指導を行っております。そうですね、創業して今36年になりますけど、東証一部上場を果たしており、全国、11道県ですね、北は北海道、南は福岡まで、展開しております。修恵予備校はですね、学習塾ですので、教師になりたいよともともと思っている方もいるんですけども、経験したことなくてもですね、ちょっと人と接することが好きとか、やっぱり子どもたちに教えたいとか、そういった気持ちさえあればですね、いろいろ研修制度も整ってますし、活躍できるフィールドは多々あるんじゃないかなと思いますので、ぜひ興味持っていただければですね、ちょっと会社説明会とかお越しいただきたいなと思います。学習塾業界ではですね、一般的にはアルバイトさんが多い業界、正社員比率は低い業界なんですけども、うちはそういった中で、正社員の教師にこだわって行っております。あとはですね、集団授業、個別指導、映像授業、全てのサービスですね、教材も含めて、ちょっと自前のオリジナルの教材を使ったりとか、当社で、サービスを作り上げている、そういった特徴があります。東証一部上場企業でありますし、学習塾という形ですけども、いろんな方が働いております。うちは本当に女性も多いので、特に長く続けたいなという方でもですね、働く環境、働く場所っていうのはいろいろ今作り上げてますので、本当にちょっとでも興味あればですね、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。